1日頑おはようございます。お事件が終わってすぐ、ちょっぴり長い連休が始まり、学園の武道場も閉まるため、どう過ごそうか考えた結果、私は千秋先輩と一緒に自主トレに励むことに。大丈夫？
どうも。はあ、まゆちゃんだっけ。いえいえ、でもいつかおじいちゃんほどの職人になる。うん、きっとなれるよ。私ももっと頑張らなくちゃ。ソラさん、とまあこんなところね。これで時坂くんに伝えたことは、はあ、異界ですか。コウ先輩とアスカ先輩がいなかったら、その一つお聞きしてもいいですか。ええ、いいわよ。アスカ先輩はコウ先輩とど、え、だってこの間の事件の時も息ぴったりって感じで、あんな場所で一緒に戦うんですから、よほどの信頼。ごめんなさい、何か期待させちゃったみたいだけど、今まで時坂くんと一緒に戦ったのはソラちゃんや相沢さんの件も含め。そうなんですか。この際言っておくけど、協力を申し出てくれたあなたや時坂くんについても同じだから、それに関しては頭の片隅に、危険度が低い仕事やよほど人手が必要になる場合ならお願いしようかと思って。そうですか。なんだか気が抜けちゃいました。私もやっとコウ先輩のお役に。なんというかソラちゃん、今更だけど面倒見がいいのはわかるけど、妹弟子だったっていうのも。そうですね、一緒に。でもあの夏があったから。へえ。もしかしてソラちゃんの方こそ。もうアスカ先輩たら何倍音で。私は別にそんなこと。ってあら、その喋り方は。その実はまだ、どうかコウ先輩には内緒で。そう、可愛いと思うけど。ホロスの通知ですか。ホロス。ええ、すぐ近くです。至急か。アスカ先輩、thank you.
りさすがね。もう時里くんは必要ないかしら。そんなことないですって。さあ先に進みましょう。シュート！はっ！やっ！は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 っ
それは悪い意味じゃなく、コウ先輩も小さい頃の。九州からお父さん、とてつもなく厳しかったけど、みるみる上達していくのが。そんなある日、少しの気の緩みから、その時真っ先に気づいて。おい、大丈夫か、ソラボ。違うんです、私。ああ、たく、なーに、ソラボだったら。それよりもう心配だって言って。そりゃ実力はお前、お前は俺の妹でしな。ほら、そんな怪我なんか早く治して。何気ない一言でしたけど、いつか私もそれをきっと千秋先輩に感だから。なんと、コウ先輩ならきっと。ソラちゃん、まったくもう。Thank you.
ってきたみたいですね。ええ。だけど、今の異界迷宮は。え？いえ、気にしないで。それより、ソラちゃん。はい。アスカ先輩、必要な時は必ず呼んで、私も。これからもよろしくね。一丁上がりっと。これで、だいたい300万くらいの儲けかな。うん。あの社外秘情報をゲット。はいはい、どちら様。あ、ゆうくん。なんだね、さ。まあ、なんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？学園もちゃんと行ってる？食べてる食べてる、行ってる行ってる。それじゃあそういうことでおやすみなさい。あ、待てゆうく。やれやれ、学園ね。一体何が。悪いけど、今はこっちが忙しい。よくぞ来た、迷える子羊よ。盛り上がってるね。休み明けからえらくやかましいつうか、神様がどうとか。なんだお前、知らねえのか。だったらこの俺が教えてしんぜ。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はど、あ、かわいい。なんだこれ。神様の言う通り、今女子の間で人気のだと言われてもな。まあ見てろって。例えばここにこうやって悩み事を入力す。まずは出会いのきっかけを作る。それと家業を手伝うなり、部活に汗を流がっつきすぎずに己を磨けばおのずってな。こんな感じに神様がお、はあ、お店のこととか部活のこととか。どうよ、わかったか。なんでお前が偉そうなの。でも実際かなりの精度で当たるっていうアプリのレビューも高評価で。レ私は使ったことないけど、みんな占いとか大好きだ。だろだろ、女子に人気か。さてはお前、こいつをネタに女子。バカにすんじゃねえぞ。こう、まあなくないこともなくなくな、うん、
ごほん、それはさておき、このアプリが話題なのは他にも理由があってな。なんとこの森宮学園にいる。そうなの、うん、でも本当だったら確かにすごいね。はい、ホームルームはここまで。ひらぎさん、これお願いね。起立で、さてと、そろそろ行かないと。なんだ、妙に急いでんな。うん、ちょっとこの後端末室の方で仕事が残ってて、テキパキ片付けないと。とわ先生ってほんと忙しい。担任や委員会の顧問に加えて学年主任の補佐みたいなことも。あまり無理はしないでくださいね。あ、なんだったら俺手伝うっすよ。大丈夫、心配してくれてありがとね。それじゃあコウ君、みんなも気をつけて帰ってね。さてと、俺もそろそろ行くか。コウちゃん、今日もアルバイト？ああ、今日は蓬莱町だな。また夜のバイトなんだ。あのね、こうちゃん、分かってる。この前もしごかれたばかりだ。ま、目音漫才はそれくらいにしとけ。そんなことより、これを見てみたまえ諸君。ってなんだそりゃ。あ、もしかして。そう、今日の夕方からあのアクロスタワーでスピカの限定ミニライブチケットだ。チケット取れたんだ、よかったね。レオタ、やれやれ。アクロスタワー、ちょっと北にある森宮市のランドマークだよね。いろいろな商業施設も入って。うん、他にも美術館とか。そう、そこでスピカがたまにライブをやってるってわけだ。いやー、このチケットを取るのもマジで苦労したんだぜ。なんたって結成3周年。やれやれ、平日なのにご苦労なこった。まあ新曲ってのも確かに悪くはなく。お、もしかしてついにこうも目覚めたのか。今まで散々貸してやってもろくに聞かな。何せ当の本人に手渡されちまったからな。まあ試しに聞いてみたら意外に良かった。そうだろうそうだろう。ま、今日は当日券もねえだろうから、次のミニライブは一緒に。あれ、この音、リョータ君のサイフォンじゃない？ああ、神様アプリの通知が今日の運勢を自動で知らせてくれる設定にしてたんだよ。なんだこりゃ。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうか。楽しい一日はあっという間に。んだよこの画面は。それに交通事故。おいおい、かん。ライブ前にこんな不吉なもん。みったく、お前、占いは占い。うん、いいことが書かれた時だけ。そうだね。そっか。よし、こうなったら今日は。ああ、待っててくれ、スピカのみんな。たく、単純なやつ。リョータが沈んでると